2018年、群馬県で一人の女性が失踪しました。彼女は生後2ヶ月の長女を自宅に置いたまま、忽然と消えてしまったのです。詳細を見ていきましょう。後に謎の失踪を遂げることとなる山野梢さんは、当時27歳の主婦だったそうです。彼女は明るい性格で料理を作るのが上手な女性でした。実際、梢さんは調理師の専門学校に通い、調理師免許を取得していたそうなのです。そのため、夫や友人の誕生日には必ず手作りのケーキを作り、振る舞っていました。また、エステの講座に通うなど、美容にも関心があったといいます。そんな梢さんが夫と結婚したのは、失踪から2年前である2016年でした。二人は周囲も羨む仲のいい夫婦だったと言います。それからどのタイミングかは不明なのですが、群馬県吾妻郡東吾妻町という場所で暮らし始めたようです。ここは群馬県の北西部に位置していて、農業と観光業が盛んであり、温泉も人気な場所なのです。それから時は流れ、2018年の9月、梢さんたち夫婦は子宝にも恵まれました。夫婦にとって初めての子供であり、女の子だったそうです。こうして幸せの真っ只中にいたと思われたのですが、実際は違いました。というのも、梢さんは出産直後から母乳が出ないことに悩んでいたそうなのです。実際、彼女は病院のナースコールをよく鳴らしていました。また、赤ん坊を連れて自宅に戻ってからは、長女が夜泣きするようになり、夫に次の言葉を漏らしていたといいます。私には無理、育児に自信がない。実は梢さんは、几帳面で繊細な一面を持っていたそうで、育児に対してプレッシャーを感じていたのかもしれません。こうして、徐々に雲行きが怪しくなっていく中、その日は突然にやってきたのです。失踪当日となる2018年11月3日、土曜日。この日、年に一度の大イベントが開催されていました。そのイベントというのが、家族葬での稲刈りだったそうです。そうして自宅には梢さんと2ヶ月の長女が残り、それ以外の家族はみんな稲刈りに出かけたそうです。稲刈りは家から徒歩5分ほどの場所で行われていました。それから数十分経った午後1時52分、夫の携帯に梢さんから着信があったのです。夫がもしもしどうしたと話しかけると、梢さんは次のように聞いてきたそうです。ねえ、庭の水が出っ放しなんだけど大丈夫？この言葉を聞いた夫は、あ、それ、山から引いてる水だから大丈夫だよ、と答えたと言います。すると梢さんは、そっか、わかった、じゃあ頑張ってね、と話しました。夫も、うん、頑張るよ、と言って電話を切ったのです。しかし、この何気ない会話が、夫婦の最後の会話になってしまいます。そして午後5時ごろ、家族は自宅に戻りました。ただ、そこには梢さんの姿はどこにもなく、長女だけが残されていたのです。辺りを見渡すと、梢さんが最後に取り込んだと見られる洗濯物が畳まれた様子で置かれていました。また彼女のスマホが充電された状態で見つかっており、財布も自宅に置きっぱなしになっていたそうです。これを不審に思った夫は、梢さんが歩いて行けそうな場所を探しますが、彼女を見つけることはできませんでした。そしてすぐに警察を呼んだそうです。警察も生後2ヶ月の長女を自宅に残し、財布や携帯が自宅から見つかっていることから実験性が高いと判断したのか、その日の夜には警察犬が出動しています。しかし彼女の行方をつかむことはできず、翌日には様々な可能性を考慮し、捜査員およそ150人体制で捜索が行われました。そして聞き込み調査を行う中で、一つの有力な目撃情報を得ることができています。それは近所の顔見知りからの情報であり、なんと家族が稲刈りから戻るわずか15分前である午後4時45分に梢さんの姿を目撃していたそうなのです。何でも梢さんを目撃したのは自宅から数百メートルの道であり、自宅とは反対方向に一人で歩いていく梢さんらしき人物とすれ違ったというのです。これが本当ならば、梢さんは一人で自宅から出て行ったということになります。また彼女の携帯を調べた結果、行方不明になった当日に専門学校時代の同級生と連絡を取っていたことも判明しました。そのやり取りは LINE で行われており、友人が次のようにメッセージを送信しています。お返しのおうどん無事に受け取りました。気を使わせてしまってごめんね。ゆっくり休んでね。これに対し梢さんが、いいえこちらこそ、早くにプレゼントありがとうね、ゆっくり休みますと返信していました。お返しのおうどんというのは出産祝いのお返しのことなのですが、実際のやり取りの中には絵文字などがたくさん使われています。
そしてこの他愛のないやり取りの後、小杖さんは友人にスタンプを送信しました。このスタンプに対し、友人もスタンプを送り返しています。そして小杖さんがスタンプに既読をつけているのですが、その時刻は午後4時20分だったのです。ここまで分かっている時系列をまとめると、当日の午後1時52分、小杖さんから夫に電話があり、何気ない会話を交わしています。そして専門学校時代の友人と LINE でやり取りをして、最後に既読がついたのが午後4時20分でした。その後、午後4時45分に自宅から数百メートルの場所を一人で歩いているのが目撃されています。そして午後5時ごろ、家族は自宅に戻っているのです。つまり、家族が戻ってくる40分前までは、いつも通り自宅でスマホを触っていたのは確かということになります。最後に既読をつけてから25分間の間に何かが起き、自らの足で外に出て行ってしまったのか、もしくは何者かの指示によって外に呼び出されたのかもしれません。夫はその後、小杖さんの実家や幼馴染の友達、通っていたエステなど、思いつく限りの場所に確認を取っていますが、わからないという返答ばかりだったそうです。このようにして、小杖さんは忽然と姿を消してしまいました。ここで彼女の特徴を今一度確認していきます。山野小杖さん、当時の年齢は27歳で、身長は159センチ、体重は55キロの中肉体系でした。髪型は肩までの長さだったそうで、失踪当時は水色と白のボーダー柄のパーカーを着用しており、黒に赤色のラインが入ったジャージに紺色のスニーカー、左手には結婚指輪をつけていたそうです。また、顎の中央に2つと顔の左側にいくつかほくろがあるのが特徴です。本件はテレビ番組で特集が組まれ、専門家の医師が小杖さんは解離性遁走という状態だった可能性があると指摘しています。解離性遁走とは極度のストレスにさらされているのにもかかわらず誰にも打ち明けることができないため、脳が防衛反応を起こし本来の人格や記憶が一時的になくなってしまい、無意識にその場から遠くへ逃げてしまうという状態のことを指します。小杖さんの場合、出産後間もなくしてから育児に悩んでおり、この症状に陥ってしまったのかもしれません。また、解離性遁走になった人物は、もしも精神状態が正常に戻っている場合でも、自分が逃げてきたという後ろめたさがあるため、戻るに戻れないこともあるそうです。そして番組内では、小杖さんに関する目撃情報も3つ寄せられました。一つ目は、小杖さんが失踪した翌月の2018年12月と2019年4月に埼玉県のカラオケ店で2、3人の女性といるのを見たというものです。二つ目は、東京の焼肉店で5回ぐらい見たことがあるというもので、一緒にいた人に対し味噌まんじゅうのことを語っていたといいます。味噌まんじゅうは全国に名物店がありますが、小杖さんがいた群馬県にも名物として存在しています。そして三つ目の目撃情報は、埼玉県の秩父郡のコンビニの店員に、小杖さんと似た人がいた気がした、ほくろの位置が同じだった気がする、というものでした。これらの目撃情報によって、彼女を発見することはできませんでしたが、群馬県から南下し、埼玉や東京で暮らしている可能性が出てきたのです。しかし、夫によると、埼玉や東京に小杖さんの親しい人がいるという心当たりはないそうです。ただカラオケについては、小杖さんは結構好きだというのは事実だと証言していました。ここからは本件の真相について考察していきます。小杖さんが自発的に失踪したのか、何か事件に巻き込まれ発見できずにいるのか、どちらの可能性もあると思いますが、自発的な失踪の可能性が高いと思いました。それは彼女が計画的に実行したものなのか、解離性遁走によるものなのか明確に断言はできませんが、小杖さんの置かれている状況を考えると、現状から逃げ出したいと思うことがあったのかもしれません。まず彼女は出産直後から育児について悩んでいました。夫の証言であったように、几帳面で繊細な性格である小杖さんは産後うつになっていた可能性も考えられます。産後うつは10人に1人の割合でなるそうで、出産によってホルモンのバランスが乱れてしまい、環境の変化によるストレスが原因と考えられているのです。小杖さんがこの状態に陥った要因は、育児に対する不安もそうですが、環境の変化もあったのではないかと思います。彼女が住んでいた東吾妻町の家についてなのですが、ここは夫の実家の可能性が高いと思うのです。明確に夫の実家に住んでいたという情報はありませんが、小杖さんが庭の水が出っ放しの状態を心配して夫に電話をかけています。このことから、小杖さんは山から水を引いているという事実を知らなかったということになるのです。
そのため結婚したのは2016年ですが、夫の実家で同居をするようになってからまだそんなに日が経っていないことが予想できます。出産と住居環境の変化ということで、小杖さんは大きなストレスを抱えていたと考えられるのです。それでは自宅を出て行った小杖さんは一体どこに行ってしまったのでしょうか。失踪当日、群馬県前橋市の天気は晴れであり、最低気温が 8.3 度となっていました。小杖さんが住んでいた東吾妻町と前橋市は車でも1時間ほど離れており、東吾妻町は山の中にあるため市内よりもかなり冷え込んでいたと予想できます。そんな中、小杖さんはパーカーとジャージという比較的軽装で出かけているのです。さらに彼女は携帯も財布も自宅に置きっぱなしのため、遠くに行こうとは思っていなかったと予測できます。しかし周辺の駅の防犯カメラに彼女の姿が映っていたという情報はなく、警察犬をその日の夜に導入しているのにもかかわらず、その後の彼女の足取りについては何も情報がありません。警察犬がどのような動きをしたのか分かっていませんが、彼女の匂いを追うことができなかったとすれば、自宅を出てから割と近いところで車に乗ったということもあり得ると思うのです。その場合は彼女が前々から自発的な意思で失踪を考えており、全てを計画的に進めていたことになりますが、必ず協力者が必要になるのです。財布や携帯、そして大切な我が子を置いた上でどこかへ行ってしまったのなら、相当な覚悟があったのだと思います。ただ乖離性遁走を起こしていた場合、本人の意思とは関係なく無意識に遠くへ行ってしまうため、かなり厄介な状況なのです。周辺には山が広がり、大きな川もあります。そして運が良く町に出られたとして別の場所で暮らし始めた場合でも、テレビで大きく報道されれば周りの人間が気づくと思うのです。埼玉や東京での目撃情報が彼女本人なのであれば、なおさらのこと周囲の人が気づくでしょう。とはいえ、育児に悩む母親はそれだけ責任感が強く、できない自分を責めてしまうと思うので、そんな彼女が全てを投げ出していきなり失踪するという選択をするものなのか疑問にも感じます。いずれにしても失踪から4年経っている現在も、小杖さんに関する新たな情報は出てきていません。夫はテレビで心境を語っており、一緒にいた妻がいなくなると気持ちの整理がつかないし、もう毎日心の中でもやもやしちゃって、安否の確認だけでもできればと話しています。そして小杖さんに対して次のようなメッセージを残しました。こっちゃん、元気にしてますか？俺と娘は元気です。すくすく育ってるので、またこっちゃんの顔を見たいんで、自分のタイミングでいいんで帰ってきてくれたら嬉しいです。一人の女性が失踪した本事件、現在も群馬県警察のページには行方不明者公表資料として小杖さんの情報を公開しています。小杖さんが無事でいることを祈るばかりです。